順番に1回ずつやって取れた人が勝ち。やっほー、たまちゃんこと住吉ともきです。そしてひなちゃんこと日向ゆいです。やっほー、さとちゃんことさとひろです。今回ディズニーグッズのハムの景品がね、はい、めちゃくちゃ大きいのがあるので、うんね、うん、それを取れた人が勝ちです。はい、持って帰ります。運の持ち主は誰なのか、腕の持ち主は誰なのか、それではおーチェケラチェケラバイバイ、はい、順番決めじゃんけん、はい、最初はグーじゃんけんぽい。よし、ラストラストです。最初はグーじゃんけんぽい。はい、こっちだ。ナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリー。では行きたいと思います。はい、これ一発目で取れちゃったらやばいね。やばいね、可能性はある。1回目こい。さすがに1回目はないと信じたい。これで今日の動画終わり。きっとめっちゃ編集楽だけど編集は楽だけど、やっぱ寄せがいいかな。うん、ちょっとずつちょっとずつ。ギリギリで。ハム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 。なんかカスタネットじゃない、なんていうか。また行ってもうた。プープー、裏返しにしないでよ。今僕の名前はムハだね。これはね、誰が一番ハムへの愛が強いか勝負です。どれだけ豚か。えい、ハム、I love you。 そう、 I love you。 かわいい。あ、いいですよ、いいですよ、いいですよ。あ、でもめっちゃ寄っちゃった。ね、めっちゃ左寄った。やばいやばい、次ゆいちゃんだ。イエーイ、いきます。はい、うわ、結構攻めた。めっちゃ攻め攻め。ハムが立った、ハムが立った。ラウンド3、ラウンド3。お金がなくなった。あら、いきます。はい、これやっぱちゃんと持ち上げてあげることが、うん、ハムへの愛情の表れ。なるほど、なんかみんなハムへどれだけ愛してるか伝える勝負みたいな。伝える勝負、一番似てるでしょ、ハムに。あ、やばい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 、一番似てるから。尺大丈夫？尺オッケーオッケーオッケー、大丈夫、オッケー大丈夫。とても楽な編集だな。撮れましたー。あとさ、5回残っちゃってる。本当だ。取れた時500円入れてて残り5回残ってるので、残り5回で誰が取れるかやっていきたいと思います。でもミニーちゃんをね、次のターゲットでございます。かわいいね、これかわいい。なんか普通にパークで売ってそうなクオリティだ ね、めっちゃいい。いきます。シュッ、あ、早っ、めっちゃ早い、めっちゃ早い。さあ、いけたかと思った。めっちゃ早い。いきます。2個いっちゃう。じゃあ2個狙い。はい、あ、もう一回押すのね。さすがに重いんだね。さすがに重かった。ちょうどいいとこに来た。ちょうどいいとこに行った。ミニーちゃんなんだよね。ミニーちゃん、ミッキーじゃダメなんだ。あ、ミッキーでもいいよ。ミッキーでもいいの。あ、ミッキーだったらさ、ミニーちゃんの上ボイーンってなっていきそうじゃない。確かに、ボインスタイルね。ボインスタイルだ。カモン、ボインスタイル。わー、戻っていかれた。そういうことね。じゃあミニーちゃん狙いでいきます。はい、ミニーちゃんお願いします。私にどうかパワーを。おっ、
難しいね。決めちゃってくださいよ。さ最後決めちゃってください。決めますわ。本日はご来店いただきました。来た来た来た。誠にありがとうございます。残念残念。生生チューブ大変ご満足です。ハムだよ。え、そんな声だったっけ。うって。あ、似てる。ちょっと似てるわね今。ということで、はい、終了でございます。お疲れ様です。今回まずか600円でハムが取れちゃうなんて、ね、びっくりした。びっくりでございます。腕と運の持ち主。イエー。ハムにそっくりってことですね。はいはいはい。ということで、はい、この動画が面白いと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバーイ。バイバーイ。